2024年10月4日、日本の海上自衛隊は新たな節目を迎えました。最新鋭の通常動力型潜水艦、タイゲイ型の5番艦、長ゲイが三菱重工業神戸造船所で浸水したとの情報をキャッチしました。今回は、長ゲイ、潜水艦は、源泉越えを詳しく見ていきますね。石橋新政権は、なんだか、不安な展開になってきましたが、すぐに政権が終わるなんてこともありそうな気がしてきましたね。潜水艦も5番艦と1年に一隻の収益ペースで世界も一目置くほどの高性能潜水艦建造国になりました。安倍さんの計画なのかな。去る2024年10月4日。海上自衛隊が配備を進めている最新鋭の通常動力型潜水艦であるタイゲイ型の5番艦にあたる艦艇の命名と進水の式典が建造元である三菱重工業者の神戸造船所において挙行された。このタイゲイ型5番艦は2022年4月に寄港され、今回めでたく進水を迎えた艦艇で、収益は再来年の2026年の3月が予定されているが、この度艦名としては旧大日本海軍でも使用された長ゲイが付与されることが決まった。今回、このタイゲイ型5番艦に付与された長ゲイとは、漢字表記では長ゲイのことであり、これまでの日本では、幕末、明治初期の蒸気船の長ゲイ丸、旧大日本海軍の人ゲイ型潜水母艦の2番艦長ゲイに次いで、3隻目の命名となった。旧大日本海軍の人ゲイ型潜水母艦とは、同海軍で初の本格的な潜水母艦として建造された艦艇であり、当時の三菱重工業者の中崎造船所において1番艦ジンゲイと2番艦長ゲイの2隻が建造された。ジンゲイの名称は今回の長ゲイに先駆けてタイゲイ型の3番艦に採用されており、同艦は2020年4月に寄港、2022年10月に進水、今年2024年3月に就役、神奈川県の横須賀港を母港とする第2潜水隊群第4潜水隊に配備されている。旧大日本帝国海軍において、人ゲイ型潜水母艦の後継艦となったのは、当初は、追放型航空母艦の2番艦として建造され、収益を果たした劉邦で、これが、後に潜水母艦へと改修されて、タイゲイとなり、今のタイゲイ型の名称にも受け継がれた。ただし、潜水母艦となったタイゲイではあったが、1941年12月の太平洋戦争の開戦を受けると、再び航空母艦への転換が決定され、開戦における航空攻撃の有用性を体現した、数奇な運命を体現した艦艇とも言えた。さて、そんな旧大日本帝国海軍の艦艇名としても用いられた経緯を持つ、タイゲイ、ジンゲイ、長ゲイであるが、現在のタイゲイ型では全て採用され、中では大きなクジラを意味するのがタイゲイと長ゲイである。今回の長ゲイの命名にあたっては、海上自衛隊内での応募の中から選択され、中谷元防衛大臣が決定を行ったことが明かされているが、それだけ現在の海上自衛隊内においても、長ゲイの響きが支持されたということなのだろう。さて、今回のタイゲイ型の5番艦である長ゲイだが、同級の中では、三菱重工業者の神戸造船所が建造した3隻目にあたり、建造費はおよそ684億円と公表されており、4番艦のライゲイまでが同700億円を超過していたことに比すれば、少しコストが低減されている。今回の長ゲイの命名と進水の式典には、海上自衛隊の福田呉地方総監をはじめ、防衛省やその関係者およそ300名ほどが出席したとされ、通常動力型の攻撃型潜水艦としては、世界的に見ても、最大クラスの規模を誇る同艦の門出を祝した。長ゲイの建造を担当している三菱重工業者の神戸造船所では、今回の同艦の命名と進水の式典を受けて、今後は、船体部、機関部、電気系統、兵装等の最終的な偽装工事を施す予定であると述べ、2026年の3月、海上自衛隊への引き渡しを行うスケジュールだとしている。すでに、
今回の超ゲイで5番艦を数えることとなった大ゲイ型であるが、続く6番艦は、川崎重工業者の神戸工場にて、2023年3月、7番艦は、三菱重工業者の神戸造船所に、て2024年4月に寄港されており、最終的な建造の総数は未定となっている。今年2024年3月に、大ゲイ型の3番艦であるジンゲイが、神奈川県の横須賀を母港とする第2潜水隊群第4潜水隊に配備されたことと時を同軸して、同1番艦の大ゲイは、試験潜水艦へと、艦種の変更が行われている。これまでの海上自衛隊において、試験潜水艦といえば、その時点で就役中の実戦配備された艦艇が持ち回りで担当することが通例と言えたが、大ゲイ型の1番艦にして、ネームシップの大ゲイをこれに当てたことは、かなりイレギュラーな感じもする。それだけ、今後の海上自衛隊における新型潜水艦の開発に注力をしようとしていることの表れであると個人的には考えており、これまで継続してきた通常動力型の攻撃型潜水艦の方向性を今一度再検討する契機なのかもしれない。現在の海上自衛隊の潜水艦戦力は、今年2024年3月の大ゲイ型3番艦、ジンゲイの就役よって、前々級の親潮型が8隻、前級の総流型が12隻、最新の大ゲイ型が2隻にて、国家防衛戦略に定める22隻体制を構築している。これら22隻の実戦配備中の潜水艦に加えて、前々級の親潮型は、2隻が練習潜水艦として残されており、また、前述した通り、大ゲイ型の1番艦にして、ネームシップの大ゲイも、試験潜水艦として運用が継続されている状況にある。したがって、厳密に言えば、実戦配備中の22隻の潜水艦にプラスして、有事の際には、練習潜水艦の親潮型2隻と、試験潜水艦の大ゲイ1隻も戦力化することが可能だと思われ、実質的には25隻体制に近いのではないかと個人的には感じている。そして、最新鋭の大ゲイ型4番艦の雷ゲイと5番艦の超ゲイ、さらにそれに続く 6.7 番艦も寄港を終えている状況であるため、少なくとも2028年までには、これらが前々級の親潮型と入れ替わりで実戦配備を迎えることが確実視される。その場合、2028年で海上自衛隊に実戦配備される潜水艦戦力の分布は、前々級の親潮型が4隻、総流型が12隻、大ゲイ型が6隻という構成となり、親潮型より、はるかに高性能な大ゲイ型が増加する分だけ、隻数自体は変わらずとも、戦力は向上すると思われる。こうした点を踏まえてみると、2028年時点では、親潮型が4隻残ることが想定されるため、個人的には、この分を代替するまで、現行の最新型である大ゲイ型が建造されるのではないかと思え、それが実現すると、大ゲイ型の総建造数は、少なくとも11隻になるのではないだろうか。大ゲイ型は、前級である、総、流型の改良、発展形として、基準排水量が約3000トン、全長が 84.0 メートル、全幅が 9.1 メートル、深さが 10.4 メートルの船体を持つが、前者からのサイズアップは、わずかに、基準排水量で50トン、深さで 0.1 メートルほどに過ぎない。総、流型の最終の2隻から採用された、ディーゼル機関と発電機とリチウムイオン蓄電池よるディーゼルエレクトリック方式を踏襲している大ゲイ型だが、新型潜水艦が、いかなる仕様となるのかは、まだまだ未知数ではある。大ゲイ型は、大きさは、世界の通常動力型の攻撃型潜水艦の中でも最大規模に数えられるものではあるが、世界的なトレンドでは、通常動力型の攻撃型潜水艦に対しても、ある程度の対地攻撃能力の保持が求められていると思える。カナダ海軍の新型潜水艦の使用についても、通常動力型の攻撃型潜水艦でありながら、この点を重視していることが報じられており、その点においては、日本の大ゲイ型も、候補の一角に挙げられているとはいえ、その実現は、現時点では困難に見える。日本でも、対地攻撃能力を有する兵器の選択肢を広げる一環として、潜水艦への VLS、
垂直発射艦の搭載を研究することが決定されているが、2029年までのスケジュールにて、その効果の有無を検証するとしており、まだまだ時間を要する。既存の 533mm 魚雷発射艦から、運用可能な対地攻撃用の長距離打撃兵器が、かつてのトマホーク巡航ミサイルの潜水艦用のもののように普及すれば、一面の課題はクリアされるが、搭載可能な長魚雷の数に干渉する点は避けられそうにもない。最新のディーゼルエンジンとリチウムイオン蓄電池を搭載することで、高い機動性と持続力を実現しています。また、ステルス性や耐久性にも優れ、日本の防衛技術の進歩を象徴する存在となっています。進水式には、自衛隊関係者や政府の要人が多数参列し、新たな海上防衛の担い手としての長芸の旅立ちを祝いました。長芸の収益により、日本の海上自衛隊は、さらに強固な潜水艦隊を構築し、領海防衛や国際的な平和維持活動への対応能力が一層向上することが期待されます。この潜水艦は、未来の潜在的な脅威に対抗するための重要なアセットであり、日本の安全保障において、中心的な役割を果たすことでしょう。